ホリエモンチャンネル。すごい神ドラマが生まれた時、それはその場にいる博多のという観客の皆さんと、うん、その場のその日のキャストの力なんだなって、うん、単純にキャスト本人が誇れると思うのも実験的な場としてちょっと面白いんじゃないかなと。キャリアすごいある人と、うん、初舞台って人が同時に舞台に立って、うん、キャリア先に死ぬ可能性もあるんで、うん、そこはねやっぱ徹底してるところがいいですよねそこを、うん、そこはね徹底しないとダメなんですよやっぱり。でもある意味真剣勝負なわけじゃないですか。でやっぱりプロレスとも違いますよね。なんか、うんうん、その完全にもうプロレスなんかある程度かなりシナリオ決まってるけど決まってない部分があるから結構ガチンコの部分もあるし、相当ガチンコですもんね。でも野球とかとやっぱ近いかもですね最初の。そうなんですよ。僕なんかだんだんもうそう途中で、あ、だか、いやだからこそこう毎回見に来る人がいるんだなっていうのがよく分かりました。僕も毎回見に来ててすごく楽しい、ちゃんと毎回推理できて楽しいです、ね、今日のカードっていう感じですよね。そうそうそう、今日のスタメンがこれで、ああなるほどねみたいな。だからもっと分かりやす、もっと分かるとより楽しめるかもしれないですね。これからのなんか人狼 TLBT みたいな、うん、こう構想みたいな、なんかあったりするんですか？これからですか？これからは今までがどうしてもその怪盗よしのこととかもあったりして、うん、狭いところでやってたんですよね、うん、嘘をついてる役者を間近で見てもらいたいっていう気持ちもあったり、うんうん、実際怪盗よしの回収を役者本人がしたりする関係もあって、ただちょっと大きいところでもやってみたいなと思ったり、うん、あとはせっかくニコ生でも配信してるんで、うん、ちょっとニコ生でご覧の方も推理に参加できるようにしていきたいなとは思いますけど。いいですね、うん、それね。なんかアナログじゃないですか演劇業界って。そのいいところも絶対あるんですけど、進化してもいいところもあるはずなんで、参加で僕また無茶ぶりしていいですか？今後すぐ無茶ぶりするからね。いや例えばだから、うん、オンラインの人で正解した人に得点あげたいじゃないですか、うん、はい、でも缶バッジ郵送してたりとかしたら大変じゃないですか、うんうん、だからなんか LINE スタンププレゼントするとかさ。 LINE スタンプ作ればいいってこと？そうそうそう急にプロデューサーモードになりました、ね、でも作りたいってずっと思ってて、うん、コツコツ準備はしてたんですけど、そうなんか100円でスタンプのなんかプレゼントするとか、うん、でも本当だからそういうのがあるとすごくみんな嬉しいかもしれないですね。当たったけど何もないっていうの寂しいですもんね。そうそうそう、なんかね、そのむしろスタンプ欲しいかもみたいな。確かに、むしろだから会場で当たってもスタンプ欲しいかもみたいなあれ俺はなんかむしろスタンプの方が欲しい。俺デジタルの方が欲しいから、ほら物持たない人だから。そうですよね、うん、デジタルでなんかできるかちょっと今から間に合うもので画策してみます、うん、なんかデジタルデータだったらもう本当待ち受けとかでもいいね。はいはいはい、うん、これは何でしょう？これ牛タン来ました、うん、はい、寺子さん馬刺し食べてる？あ、食べてます食べてます、めっちゃ美味しい、ありがとうございます。牛タンちゃんが来ました、牛タンちゃんが来ました。ここはですね、あの恵比寿のすももさんですよ。すももさん、炭火焼きすももさんですよ。ぜひぜひ。いやだからこれ海外とかにも行けんじゃないのかなとかと思ったんだけど、どうなんですかそれは？言葉の壁だけどうにか。うん、言葉の壁はもう海外の役者であ、海外の役者で、うん。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した桜庭真奈さんプロデュースの舞台人狼ザ・ライブプレイングシアターは人狼ゲームを使った新しい演劇です。その舞台を12月22日から初の福岡公演を予定。しかもなんとホリエモン主催です。他にも桜庭さんはバープなど新しい体験型エンターテインメントをプロデュースしています。ぜひチェックしてみてください。また今回ご協力いただきました炭火焼きすももさんは落ち着いた雰囲気で特選和牛の炭火焼きや熊本の馬刺しを楽しめるお店です。ぜひ遊びに行ってください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。
メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。